ここから先は父さんの可愛いかもしれないね。恐怖を教えてやるぜ。通行料はお前の家じゃない。今日はタラチオ君とメガちゃんと歌ってみたを撮るよ。撮るよ。撮るよ。チャンネルコンテンツ。イエーイ。イエーイ。すごいねこれ。スタジオ初めて来たけど、ここでドラムできちゃうからね。できちゃうよ。ドラムできちゃうところ悪いけど、ちょっと椅子足りねえから使うよ。おお、俺のドラム。俺のドラム。悪いけど椅子。ああ、ドラムに反響してんのこれ。あ。バス。バスマッチ的なもの。すごいドラム。スーパーライブに来てくれてありがとうみんな。イエーイ。猿しかいない。まあざっとこんなもんよ。ドラムってのはね、心なんですよ。ドラムってのは心なんですよ。そっか。すごいですね、これが、これがプロのマイクですか。これがカメラ、これが初音ミクちゃんですか。これが本物のマイクですか。本物のマイクだよ。オラミヤミヤ何ですか。スルメでも焼くんですかこれは。何ですかこれ。やかんよ。何ですかこれは。これはあれだよ、息ふってこう、あの吹いたらボフって言うじゃんよ。うんうん、それを防ぐ。おお、そんなすごい技術が。でも普通のやつは布だよ。なんでこれはできたの。なんでこれあの特殊加工みたいにされてて、吹いた位置が全部下に流れるようになってる。すごーい。バサすごーい。バサと草だ。じゃあこの網がもうちょっと上についてたら全部マイクに全部いっちゃう。なるほど、なるほど。良いのではないでしょうか。素晴らしい。いいよ。そのつまみをいじらせたらな、タラチオくんの右に出る者はいないからな。そうだね。つまみがね。一次限定一級だから。ああ、大体飲んで。つまみがいろいろすごい。何でもすごくない。つまみの。何でもすごくない。懐かしいな、俺もバンドやってた頃思い出すよ。これを見ると。使わねえだろうな、スタジオ。懐かしいな。さっきも言ったけどね、僕はトライアングルでね。トライアングルでブイブイ言わせてたんですよ。ハードコアトライアングル。ハードコアでそう。チチ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 チ。前奏で、俺が考えてたのが、案を出して。おめえの命だよーってこの辺が。ああ、やばい。わかる。この辺でわちゃ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 。ちゃっちゃ、こうやって喋ってて。通行料は、おめえの命だよ。おめえの命だよ。わかる、わかるっす。めっちゃわかるっす。タラチョ先生わかるっす。わかるっす。わかるっす。バカが集まっちまった。わかられる。バカが集まっちまった。このことわかられると思ってる。わかるっす。わかるっす。タラチョ先生。彼はラテンを踊ってるのね。なるほど。何やってるんですかタラチョさんこれ。うぃはい、これが歌い手の声帯ですか。なるほどな。なるほどな。歌い手ってわかんねえな。わかんねえだろうな。わかんねえな。わかんねえだろうな。わかんねえだろうな。近頃のガキにはよ。おやおや、タラチオくん。おやおや。何こずっているのかな。タラチオくん。いやいやいや。サラチオくん。おいおい、大丈夫大丈夫でしょうか。僕たちにできることは。大丈夫ですか。不安になってんじゃねえ。タラチオ、おタラチオよ。みんなの期待を一心に沿う。タラチオよ。重いな。あ、いいね。ナイスクリック、ナイスクリック。やっちゃうやっちゃう。あ、いい右クリック、いい右クリック、いいよ、いいよ。あー、そっち、そっち、あ、どっち行ったくんだ、どっち、あ、そっち行くんだ、そっち、あー、さすがタラチオさんは違うねー。さすがタラチオさんだなー。ちげーやー。大丈夫ですか、大丈夫ですか。大丈夫。あ、大丈夫。まあ、そうなんだ。まあ、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 まあ
落ち着こう、落ち着こうよ、落ち着こうよ、タラチオくん落ち着こうよ。わかった何がわかったんですか、何が分かったんですか。分かってないじゃん、分かってないじゃん、先生に言うから。先生に言うから。言うなよ、やめろよ、言うなよ、やめろよ。小学生の放課後の戯れだ。帰りの会で言うから。先生、メガちゃんがいじめてきました。そんなことない。いじめられました。僕の消しゴム隠したんです。泣くなよ、泣くなよ。なんで、あんた選手くん謝りなさい。なんで俺が謝んなきゃいけないんだよ。なんで謝んなきゃいけないんだよ。なんで以上。かっこいい。イカれたメンバーを紹介するぜ。イカれたメンバーを紹介するぜ。イカれたメンバーを紹介するぜ。やっていいか。イカれたメンバー紹介するぜ。どこでやる。最初にやる。イカれたメンバー紹介するぜ。中盤のなんだ、決勝の前にイカれたメンバー紹介する。チャンネル持ちのアイド選手。以上だ。以上だ。待て。これこれ。待て。クソすぎ。いいじゃん、入れたらええやん。入れたらええやん。カーカーしかふらり、無線で揺れた。食わず嫌いはかぼちゃのパイ。ねらるなるら、私とおのらか。まだ眠るお月様。ほら、ひつきはどこにもなくなった。つまらないや。ちょっと、もう、何笑ってんの。テスト、テスト。テスト、テスト。アラジオさんの歌が楽しすぎて踊っちゃったけど、大丈夫かな、本当。テストだよ。テストだよ。テストだもん。大丈夫。僕は実況者で初めてなんだぞ。みんなでやろうよ。すごい、ここまで作ってきたんじゃん、みんなで。選手くんだってそう言ってるじゃん。分かった、分かった。何これできるの。スピーカー的なやつで。いける。うん、任せろ。 iPhone 刺すやつあったよね。うん、任せろ。俺に任せろ、この扱いは。俺に任せろ、これの扱いは。これな、昔バンド組んでた時な、やったな、これな、すげえ。すげえやったわ、これな。どれだよ。このつまみがいっぱいあるやつな。じゃあやれ。そうさ、右から3番目だよ、ほら。右からほら。右からさ、ごめん、右から3番目でしょ。転がしとか。転がしとか。ほら。ほら。ほら。一瞬、一瞬、あれ使ってもおかしくない。わかってんだよ、俺は全部よ。いいじゃん、みんなでやっちゃおう。感情を置いといて、チョコレートちょうだい、決戦に泣いた歌。はい、かしかフロリー、はい、すって揺れて、食わず嫌いはかぼちゃのパイ。焦がした、喰らったようだった。ジャックは気取った、卑猥な感情を持っといて。マンダラゲサイタ、喰らんだようだった。おーほらほら、イラークラーで、受け入れすぎ。電車を待つチンチンで、眉毛触った、眉毛触った。
さよなら。